った一つの真実を見て、見た目は大人、見た目は子供、話したけど、はいどうも、今日は、みやき町のメディカルセンター横、市立土井公園の紹介をします。はい、こちらですね。市立土井公園です。で、入っていきます。行きます。今日は、10月の5日、令和3年10月5日、火曜日です。この公園は、ハスが有名で、6月下旬から8月初夏シーズンでした。残念ながら、今日は秋なので、今はシーズンが終わったため、撮影して終わってる撮影を撮りたいと思います。じゃあ行きます。で、ここの蓮の池公園は春になると綺麗な蓮の花が咲きます。で、こちらの方になんかちょっと自分、こっちがメディカルセンターですね。メディカルセンターの、南側の方から撮影をしています。で、ちょっと気になるものを見つけたんですけど、みやき町のここ蓮の公園池なんですけど、こちらの方に行ってみると、ここに水道があります。ここに水道が、カメラさん、もうちょっと近づいてください。はい、ここに水があります。飲もうと思います。あれ、おかしいね。あれ、水が出ないという水が出ないんですよ。これ、なんで水が出ないかっていうと、なんか壊れてるのかよくわからないですけど、ね、これをちょっと今日、YouTube、久勝隼人が、ちょっと推理していこうと思います。で、この、多分この、下の水が、こう、多分最初の、ここが、こちらですね。蓮の池公園、花が咲くとこなんですけど、ここが、この水が多分氾濫で減っちゃって、ここ結構広いんですけど、どれぐらいあるのかな、3、結構広いんですよ。で、水が引いちゃって、こっちの水道の蛇口が出なくなっちゃって、水道会社が止めたのか、いたずらで止めたのか、ここは謎的なものですけど、多分水道会社がここの水はもう使わないと。でもきっとその使わないと思います。じゃあ最後になりますが、今日は久勝隼人誕生日です。帰ってなんかいいことあるといいかなと思います。37になりました。ということで、風が吹いてきたのでそろそろ終わりたいと思います。久勝隼人でした。チャンネル登録、コメント、評価よろしくお願いします。